皆さんこんにちは。店長のマシチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。計1200じゃない、計125、計125っていうのはスズキの、ビジネスバイクでございます。はい、ツーストただエンジンね、単気筒なんですけどマフラーが2本ついてる、非常に面白いエンジンでございます。もともとはなんかレーサーなんかだったって話聞きますけどね、最初の一番最初、ただそれがなんかビジネスモデルになってそのままずっと来ているみたいなね、すごいですね。で、リレーここにつけたんですよ。でリレーをオンにするためのアクセサリー電源を、ここですね、中のこのコネクタ110型っていうんでしたっけ、この3ピンのコネクターがあります。その中の1本が、おそらくこれがブレーキなのかそれとも何なのか、オンにするとつく電気流れるんで、そこから取ろうかなと。リレー自体はですね、ほとんど電気使わないんですよ、リレーをオンにするためのもの、ね、それで、中をね、この中グリップヒーターの配線はこの中をずっと通して、でこっちにねつなげる、壮大な計画でございます、はい。で、これをね途中なんか外してニャフニャつけてピッピッピッってやればいいんですけど、まあ、それも一つのあれなんですが、まあ、ちょっとこうこ ね、コネクターを用意してそれで、つけると元に戻せる、ね、簡単に元に戻せる、スマート、あーいいですね、いろんな表現があると思います。まあ単にですね、ちょっとなるべくなら例えば純正の配線切っちゃうとかね、そういう風にしないようにつけたいんですよ。ただ特殊なコネクターとか使ってる車両だとそれもさすがにねできないんで諦めざるを得ないのですが、こういうなんか普通のね市販してるのと同じようなのを使ってるものに関してはできるじゃないですか、いいですよ。ただこのカプラーをねミスると大変なんですよ、予備がない予備がもうないんですよ。特にオス側ね、メス側はあるね、メス側はね、これが太い、一番太い、太さはみんな一緒だ、ね、こんなことねやってるんですよ。内職チックでしょ。やっぱりね、実はねこういう作業が一番大変っていうかね、で一番お金がかかる作業ですよね。頼むとですよ、依頼すると。そうなんですよ。だってこう作るわけですから、一個一個ね、現物合わせで。普通にこう市販品のやつをピッ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 って出てきて、はいできましたっていうんじゃないんだよね。こういうのっていうのは非常にお金をかかる作業でございます。案に何か言わんとしてるようだけ、で反対側これつけるんですけど、真ん中だけは分岐させます、はい。1本ね、1本配線引っ張ってリレーのスイッチにすると。だから2本重ねちゃうんで太くなっちゃうんですよね、そこの配線、だから真ん中でしたよ、確かに真ん中が12号、場合によっては入らないとかまずいことになるので気をつけないと。あんま太い配線でやりたくないんですけど、純正と同じぐらいの太さのを用意しておかないとまずいじゃないですかね。とにかく、あ、1個足んないぞ、まずい
っと足りない。ちゃんといけてるのか、あと1個足んないですね。ないかな、ないと結局計画は使っちゃうと次回それがなくなっちゃうんですよね。まあ、この中に入っこのコネクタに入っセットに入ってるやつを1個ちょっと使って作っちゃいます、はい、時間があんまないんですよ。で明日かやばいっすよね。でも明日あとフロントフォークをやんなきゃいけないんですが、まだね到底そこまで行き着い全然行き着いてないですからね。フロントできました。さあそしたらですね、これをここにこう入れますね。向き間違えたいのこうだから、ね、はい、ちょっと熱中してほしいんですけど、はい、一光さんって一光その道路を突き当たり目が見えます。ええ、その道路をずっと右に行くと左側にあります。ああ、そうですか。はい。はい、信号を渡って、さらに行くと、左側にあります。って言ったんですけど、反対方向に行きました。反対に行かれました。できましたね。ね。こういう感じでね。はい、大丈夫入りました。でこれをつなげる。元の配線とこっちをつなげて、ね、でこっちにこれ。スマートでしょ。こうすることによって。電気がちゃんと来るかどうか確認しないと。そうすれば抜いてまた 元に戻すってことはないかもしれないんだけども、元に戻すことができる。これです。11ボルトしか来てない。エンジンを上げてみて。7ボルトしか来てないな。エンジンかけるとおかしい。なんだ。ちょっと待って。とりあえず戻しましょう。これはリレーオンなんないかな。こう言ってるじゃん。
アース端子、アース線もつくんだよ。これですか、ね、これでそこと、地道な作業なんですけどね。でいろいろ考えながらあでもないこうでもないやるんですけど、プラスがうまくいかなかったりすることもありえますからね。皆さん、この作業ですね、結構時間かかるんですが、この作業でいくらぐらいをね、例えばこれをつけてくださいと言われたときに、いくらですよ、ね、あれ、高いなと思う、この作業ずっとするね、結構かかるんですよ。それやって、どう思いますか？自分、ね、いや、その作業じゃちょっと、さすがに2000、3000とはいかないですよねっていう感じだと思うんですけど、ダメですかね。あと思うんですよ。やっぱり。実際ほら、やってみると、うわーって、そんな簡単につけられないの。簡単につける方法もあるんですよ。ブレーキスイッチとかにしたら取ってかませるだけ。そうやっちゃえばね。ここまで大変じゃないですか。ただグリップもね、結構大変。こっちはね、こすぎ取る必要なんですけど、リブが入ってるタイプなんで、全部ディスクライダーでリブを飛ばして、それで止めてます。あ、スイッチ入る。ちょっと待って。とりあえず。喋ってない、喋んないでただやったら、何やってんだこれって感じですよ。しかも、こんなね、で、つまらないですから、じゃ何か話すと言ってもね、話す、あれも、なんですが、途中でちょっとね、メールにまたいただいてるんですけど、で車両をですね、TS ですか、TS185ER なんですけど、あれ、TS185ER なんですが、あちらの方なんですよ、何々レンタカーさんとか、そちらの方なんですよ、ね、それで、まあ、うちとしてはですね、まあ、もちろんほらあそこも県としては広いですから、ね、すぐ近くっていうわけではないような気がするんですが、で要はね、何を言わんとしてるのかというと、結局そのメンテナンスですよ、ね、メンテナンス、何かあった時に見てくれるところはねっていうことなんですよ。で、これここだ、弾かれちゃう、なんかここを今散らせる、まあ、ちょっとやるぞ、で話を、まあ、それでいや、いくらですってね、発送するといくらですみたいなね、お電話をいただきましたね、うん、で近くのバイク屋さんとかで面倒をね見てくれる
いわゆる何かあった時に直せますって言ったら、ああ、うちできません、みんな断られちゃうみたいなんですよ。なんか、あれなんですか、恵方加減とかは、あれなんですかね、自分のところで買ったバイク以外は面倒見ませんっていう気質なんですよね。でもなんか、いや、改造車とかそういうのはダメだけど、普通に持ってくれば見るっておっしゃってますよね。ん誰に言ってんだろうね。だから、ふと思ったんですよ。うん、で、まあ、もちろんね、まあ、例えば、こっちだったとしても、こういうバイク買うんですけど、見てもらえますかって言われたら、いやそれはって言いますよ、ね。おそらくね、買う前にね、まあ、買って もう持ってきちゃってれば、これなんですけどっていうことだったら、まだ、ただ分かんないですよね。それは分かんないですよ。だから、一概にうちもね、うん、いやなんつってね、売るわけにはいかないじゃないですか。だから一番いいのは、その、お近くでね、お近くで、その、扱ってるお店で買うっていうね、まあそういうことなんですけど、で、なんかどっか、多分乗ってるんじゃないですか、ね、あるんですよね、福岡県にね。で、なんかでもなんか評判が良くないっていう。まあ、でも評判っていうのも分かんないじゃないですか、実際にね。うん、難しいんですよ、評判、ああいう口コミみたいなのね、あれとか、必ずしもね、正確なあれを表してとはいない、思わないんで、もし良くないんだったら、潰れちゃうと思うんですよ、そんな店。誰も行かなくなっちゃうんで。でも行ってね、行ってる人がいるっていうことは、おそらく、ね、いいと思ってる人もいるわけじゃないですか。ね、そうなると、どうなのかなって思うんですよ。ね、だから別にそのほらちょっとあれだけど、広告出してない店でもね、広告出してない店でも、これ取引のあるお店だったら別に、まあ、取引なかったら新規で取引するしかないんですけど、買えると思うんですよね。うん、ただほらドコモが どんな店も新車としてこうなんかこうサイトとかに載せてね、これ売ってますみたいなやり方してない場合が多いじゃないですか。だから、ね、取引あるところはいっぱいあると思うんですけど、なんでね、うん、でもほら、買ったはいいけどね、なんかあった時に修理できないんじゃ話にならないですよ。で、じゃあ、壊れるのって言われると、またそれは難しいんですけど、でも絶対はない。壊れないとは言えない。あと、もちろん、まあ、乗り方とかにもよるかもしれない。もちろんね、それは分からないです。なので、そういったことを考えると、ちょっとね、私も適当なことは言えないんで、ね、あ、大丈夫ですよ、なんつってね、やっちゃって、販売しちゃってるとね、なんかいろいろとトラブルとかあったりしたら困っちゃいますよ。ここにぐるぐるって入れとくだけ聞いてます。入っちゃう、どんどん入っちゃう。コントローラーも入っちゃう。で、これ繋いで、こっち側。だから、ね、何々さんとか、全然面倒見てくれるんだったらいいけど、ね、まだですもんね、やっぱりね。どうしたものなのかな。いろんな考え方があるんですよ。うん。だから、まあ、買ってから考えればいいやっていう方もいらっしゃいますしね。うん、やっぱりそう近くでね、近くのバイク屋さんでしか買わないっていう人もいますし、うん、それもいいですしね。うん、あと、まあ、他にも、ね、いろんなパターンがありますけど、別に買うのもいいし、ね、やめるのも、ね、いいし、うん、いろんな選択がありますよね。まあ、ただメンテナンスしてくれるところがあれば一番いいですけどね。実際は、どうなんですかね。まあ、こういうこともあると思います。まあ、行きつけのバイク屋さんだったらまだね、いいと思うんですよ。なんかこういうバイクね。で、まあ、まず行きつけのバイク屋さんがあるんだったらそこで聞きますよね。これ買えますって。いやーこれうちやってないな、ちょっと無理だよっていうんであれば、じゃあ
あのどこどこで売ってるんで、それをちょっとね買おうと思うんだけれども、あの整備とかしてくれますかっていうんであればね、あうんそれだったらいいよ、あ、まあ、もしあれだったら持ってきてくれればっていうようなパターンもあると思うんですが、一回もこう行ってないお店にね、例えばうちでも例えばですね、近所の全然知らない人はね突然お見えになって、まあ、最初はみんな突然ですけどね、まあ、もちろん電話でもいいんですけど、こうこうこうでどこどこでこういうの買おうと思ってるんですけど、あの面倒見てもらえますかって言われたらね、やっぱちょっと困っちゃう場合もあるんですね、うん、まあ、内容にもよりますけど、うん、まあ、ほらうちは何でも嫌なので、どちらかというと何でも嫌なんで、いやそれだったらうちで買ってくださいっていうパターンにもなるとは思うんですけど、まあ、よほど変なバイク、ね、変わったバイクじゃない限りは、あとまあ中古はダメですか、さすがにね中古の場合はそこでしか売ってなければね、そのバイクがいいわけですからどうしようもないですけど、うん、まあ、新車とかでね、もしうちでも取り寄せられるんだったらうちで買っていただければと思いますしね、うん、まあ、なんていうかね、いろんなパターンがあるんでね、ただやっぱりね、乗りたいバイクにやっぱり、ね、乗れた方がいいでしょうね。ただほら、TS185 って昔のハスラーそのままじゃないですか。だから、壊れてね、普通の街のバイク屋さんに行ったら、まあ、見てくれるんじゃないかなと思うんですよ。だって、ね、これがキムコの車両というと、キムコっていうだけで、ああ、嫌ですっていうパターンになっちゃうかもしれないですね。ただほら、やっぱりそういう車両であればね、うん、大丈夫なんじゃないかなって思ったりもするんですけど、甘い、あ、でもね、わかんないです。うん、あの、ね、淡い期待をして、ダメだったら困っちゃう。さすがにね、うん。適当なこと言ってね、ダメだったっていうのも嫌じゃないですか。ね、さて、そしたらタンク戻してやる、とりあえずね、グリップヒーター電源は OK、 必要に入ります。あとはこのハーネスをちゃんと、この中に全部入れて、危険な感じなの。フレームの中にどんどん入れちゃう。そうそう。まあ、それで問題ない。はい。で、ここちょっと止めて。フロントフォークをやらなきゃいけないので、位置を向きを向こうにしておいて、でちょっとここは広くしておいて、で作業をやる感じですね。なかなかいい感じになっているような気がします。これは戻して、昔のオートバイですよ。ここにあのサイドカバーこういうねノーブでね締めるやつね。でここにエストが入ってるとか。CT100 ともこういう。てか昔のカブってこうですよね。MD とかもそうでした。いつからですかね、これなくなったのね。120。でタンク。であとちょっとあのタイラップで止めてって。タイラップじゃないの、これなんだっけ、結束バンド。タイラップって、ね、表彰取るんだろうね、なんてます。よし、いいじゃないですか。ね、そし
したらこの辺ちょっと片付けて、そう、グリップは切らずに取りましたよ今回。こっちの K125 のは S マークが入ってる、鈴木マーク、こっちメイドインジャパンって入ってる、すごくないですか、日本の誇り、ね、さて、そういった感じで、ただグリップヒーター、難しいの、どうやって閉じるんだろう、こうかな、なんかこんな感じさ、こうやって、そしてこうやってとか、こうかな、難しい、2箱です。さあ、そしたらフロントフォークやるんだったらタンク外したままやった方がいいですよね、多分ね、なんとなくね、うん、この状態でやった方が変なね、ここら辺にこうあるよりは傷つけたりとかね、そういう防止になります。さて、そんな感じで、やらせていただきました、店長優しいチャンネルでございます、はい、でね、リレーを使ってやった方がいいかなと思って、バッテリーから直でね、電気を流してグリップヒーターと思って、2台ともそういうやり方をやらせていただきました。でスクーターとかもできるんですけど、バッテリーが一番後ろにあって、グリップヒーター一番前でしょ、そういう車両だとカバー類みんな外さなきゃいけなくなっちゃうんで、お金かかる、非常にお金かかっちゃうんでね、一番安いのはターセリーですかね、ターセリーバッテリー前にあるんであんな簡単っていうか、簡単ではないけども、あれやりやすいなっていう車両もあります、なんでね、だからといってターセリーはじゃあ、何安くやってくれるのって言われると安くはできないっていうことになるわけでございます、はい、さてこんな感じでね、もうバイク屋の夕方ですよこれ、まずいですよ、まずいな、あとレターパック出しても、ね、ちょっとパーツを頼んでなくて、そのご迷惑をおかけしました、ね、そのパーツが届いたんでちょっとお送りしなきゃいけないね。さて、今日こんな感じでやらせていただきましたが、いかがでしたでしょうか、はい、でこう全部じゃないんですけど、やってることをね、こうやって動画にして、そうすると、あ、こうやってるんだな、わかるじゃないですか、依頼してくださった方がね、うん、あとそうじゃない人も、あ、ここはこういうふうにやってんだってなる、わかるじゃないですか、うん、ただそういうことを あれしてます、動画としてすごく面白くて、こうみんなにもう見てもらおうとか、そういうことではない。まあもちろん見ていただければね、うん、あれなんですけど、一応、あ、インチキしてないなとか、ごまかしてないなとか、カット入れてね、途中ね。そう。で、わかんないようにして。あ、やっちまったというか、そうするとカットしてね。だから10分ぐらいの動画でこうでこう全部ねこう編集してこうって、そういう見せる動画じゃないのでだからまあそういうこういう動画もあるんです、はい、そう思っていただければね、あ、こんな感じでやってるんだなって分かるよ、はい、こんな感じでとりあえず K125 のグリップヒーターを取り付けるはとりあえず終了でいいですか、配線の中に入れたまとめられないんですよこんなの、でも中はほら空洞だから縛って中に入れられないですからね、薄切っこなくちゃないから、だからといって外側にどっかにいっぱい止めるのもちょっとあれなんで、今回この中に入れて、でここ止めちゃえばもう出てこないんで、やり方、そういうやり方にしてみましたね、こっち側は出ようがないですからね、ということで店長のさちゃんでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました、またよろしくお願いします。